王田僧は、信濃国水内郡にあった荘園。平安時代の和名類受賞には、水内郡、王田郷として見え、長生三年に、関白、藤原忠三の娘、かやいん子が、蕎麦上皇に受大した際に、石棺家に寄進され、荘園として成立した。かやいの家政機関である奥良町直属として、別党の管理下にあり、家ジの平野部のが、旧安年間に、 預かり所として、想定官を任命し、その加盟を受けて、現地の他都が、執行や、年貢の負担、運上に従事した。後に、この池に伝領された当初は、万所が置かれた、神代橋を、はじめ18号からなっていた。島津市に送電された、品の国王多少送電系図には、電数344町とある。鎌倉時代には、 アズマ文治2年3月12日上に、小白川法王から源の頼朝に示された、関東御治業国々内の組最小注文に、藤原元道領として見える。上級の乱の訓行として、上級3年、島津忠久に、自動職が安堵され、自頭を化所となった。鎌倉幕府は林番をもって、信濃国の御家人に、諏訪大社の御月会、 五社山の祭祀の頭役を務めさせており、島津忠久や島津忠時、その他の一門も、大田総寺党として、新役を禁止している。将来の人大教、津の方党は、島津思想家から、遺作家に分割相続され、その分の年貢は、本領の薩摩国に運上された。また金沢佐根時も、将来の大倉里、石村号の一方寺党となっており、延長三年に、 正明寺に寄進した。当時は自宗に、商園経営を請け負わせ、品濃国では、慶うな例として、大倉里では、名が置かれ、天徳三年には、大肝像の道園坊が、大名二人、正明八人、浮面二人の工作分を請け負っている。南北朝時代になると、大倉豪寺当職は、県武三年に、足利忠義によって従来通り正明寺に、 安堵されたが、同五年、足利高氏によって、倒幕の勲功として、島津早急に与えられたことで、両者に訴訟沙汰が発生した。改めて忠義によって、商名寺に返付されたが、現地の大官高梨氏による横領が続いたことで、室町幕府は守五代、大井三長に停止させるように命じたが、鎌倉幕府の後ろ盾を失った、商名寺の支配は実現しなかった。 略王二年、両家のこの江元氏は、東福寺改造院に当初を寄進した。王安三年以後、高梨氏が、朝野郷、大倉里を所領とした。四徳四年、柴吉種の守護代、二宮氏康氏は、東福寺の遺行を受け、省内の石村南郷の年貢を差し押さえ、島津氏や高梨氏と対立した。将軍、足利義持は守護、小笠原長秀に命じて、 当初の応募人を排除するよう命じたため、応援7年の大東合戦の短所となった。ありがとうございます。